リラクエアの花澤です。本日はこちらアロマテラピーで気持ちいい暮らしという本を参考に肩首のセルフマッサージを行います。肩を蒸しタオルで温めますね。残りは慢性化している方もとても多くてですね、ひどくなると頭痛や吐き気の原因になってしまうこともあります。生活の中でですね、ケアする時間を作っていけばかなり改善されます。マッサージオイルをつけまして、この腕の上部からこの首の方に向かって伸ばしていきますね。特にこの腕の上部から首まで、背中肩首っていうところが、背中の上部や首の方っていうのがこの肩周りの筋肉になりますけれども、同時に背中や腕の方までマッサージできればかなり効果が上がりますね。次は少し指先に力を入れるようにしてさすり上げます。左右とも行います。この指4本でこの肩の方を円を描くようにしてマッサージしていきますね。強さとか回数とかは自分の気持ちのいいようにやってください。私今立って行ってますけれども、もちろん座って行っても構いません。リラックスして行ってください。次にこの腕を親指と獅子で
冷むようにしてほぐしますね。首ですね。この指3本で円を描くようにして押さえながら回していきますね。保護します。首後頭部のツボを押していきますね。まずこの真ん中ですね、髪の生え際のくぼんだ部分、ここが夫婦というツボになりますね。ここを押します。グッと押し上げるような感じで押しますね。次に腹内ですね。少し、やや下方の外方ですね。少しこの腹部から下がって外側、少し外に開いて、下がった部分です。でちょっとこの内側の首の方、こちらが天柱というツボになります。以上、ツボ押しします。どれも肩こりや頭痛、目の疲れなどに効くツボです。肩のツボ、牽制というツボですが、肩の張りや頭痛、この首の付け根と肩先のちょうど真ん中のあたりですね、ここが牽制というツボです。肩や首の張りや頭痛、少し、このツボ押しを行うときはその少しそこの筋肉を軽く伸ばして、で、痛すぎないぐらい押しますね。首の付け根と肩先の中間地点ですね、少し伸ばして押しますね。ストレッチした状態にして、ちょっと押し込むようにして押します。1番と最初にやったのと同じように、腕から首へ、腕から首へ再行います。流すように行うといいですね。あんまり、オイルではついてますので、そんなに一点に力が加わりにくくはなってると思いますが、あんまりゴリゴリ押すようにはしないで、強く流すのもいいと思います。
本には出てませんでしたけれども、このサイドから鎖骨の方へという動きも取り入れると、この首の前側の緊張も取れると思いますので、反対の手でこの顎の下、耳の方からです、耳の下の方から上腕に向かって、それから鎖骨から脇の方へ、上腕から脇の方へ、脇の下には液化リンパ節がありますので、リンパの流れを良くするためにもですね、上腕から肩、腰は脇の下の方へというマッサージも入れてあげると効果的ですね。今はオイルをつけて行っていますけれども、このお風呂で体を洗う際などにですね、のような手順とか、力の入れ具合でマッサージを取り入れて、ジェルなどを塗ったりですかね、石鹸つけた状態で少しマッサージをするというのも、手だと思いますね。